今回はプテラノドンについて解説していきます。マリサ、プテラノドンって知っている？知っているよ。とても有名じゃないか。じゃあ、何食べてるかとかどこに生息していたか知っているか？そこまでは知らないな。霊夢、教えてくれ。じゃあ、早速解説していくよ。まずはプテラノドンの生息年代についてだ。プテラノドンは、中生代白亜紀後期に生息していた。中生代白亜紀後期って何年前だ？約2億5217万年前から約6600万年前に相当している。2億。なんか想像がつかないな。プテラノドンと一緒に生息していた生物はどんなのがいたんだ？生息していた生物はスピノサウルス、ティラノサウルスやトリケラトプスなど有名どころが多数いる。どんな時代にいたかは分かったが生息場所はどこだったんだ？生息場所は北アメリカのカンザス州、アラバマ州、ネブラスカ州などで発見される。日本の北海道でも断片が見つかっていることから、本属または近縁種は広範囲に分布していたと推測されている。ほう。アメリカに生息していたのか。ところでプテラノドンの特徴なんて飛ぶ以外に何かあるのか？画像からもわかるようにプテラノドンは大きな頭部を持った翼竜であり頭部の後ろにある長くて大きなトサカが特徴の一つとなっているだろう。トサカの部分と同様にくちばしも長く、先端は鋭く尖っていましたが、そのくちばしの中には歯はなかったよう。しかし、魚を主食としていたと考えられているため、丸飲みしていた可能性が高く、歯は特に必要なかったのではないかと推測されている。魚を丸飲みなんて、ペンギンみたいだな。だいたい魚を食べる鳥はそんなもんか？体の大きさはどんなもんだ？プテラノドンは現在の飛行する動物では想像できないほど体の大きいものが多い翼竜の中でも最大級の種であったとされ、翼を広げるとその大きさは9メートルにも及ぶ。これだけの巨大であったにもかかわらず体重は空を飛ぶことに有利なように軽かったと考えられており、15、25クグ程度だったのではないかと言われている。なんででかいのにそんなに軽いんだ？プテラノドンがこのサイズの動物としては考えられないくらい、体重が軽かった理由は主に骨にあるとされている。プテラノドンの骨は中身が空洞で非常に薄く、通常、最も重くなる胴体の部分の骨格も非常に小さいものだった。飛び方にも特徴はあったのか？プテラノドンはグライダーのように気流に乗って飛んでいたとされており、体の構造上、陸上ではあまり素早く動くことはできなかったと考えられていることから、着地する場所にはかなり気を使っていた。また、海の魚を獲物としていた動物なので、基本的には海のそばにある崖から飛び降りて滑空していたとされている。まとめ。生存時期は中生代白亜紀後期。魚を主食としていたが丸飲みしていた可能性が高く、歯は特に必要なかった。翼を広げるとその大きさは9メートル。骨は中身が空洞で非常に薄く、通常、最も重くなる胴体の部分の骨格も非常に小さいもの。基本的には海のそばにある崖から飛び降りて滑空していた。いかがだったでしょうか？今回はプテラノドンについて解説していきました。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。コメントをしていただければ、嬉しいです。それではまた。